はい、皆さんこんにちは、どうもガチモです、今回ですね、ちょっとケルンの街並みを皆さんにお見せしようかなと思います。で、ここが、前回動画で見せたケルン大聖堂ですね。今日も賑わってます。すごいよね。まあ世界遺産で観光地にもなってるんで、もういろんな人がねいます。今日は金曜なのかな、金曜だからすごい本当観光客の方がねいますよ。で、なんかここでねアート的なのをしてるんですよ。で、なんかこれ面白いよ。なんかいろんな国旗が書いてあって、で、この国旗の上に、まあ、チップを置くみたいな。日本もあるんだよ。ちょっと待って、見てみ。これだね、ジャパン。これすごい。しかもケルンって書いてある。僕たちが初めてこれ見たときはまだ半分ぐらいしか作られてなくて、これまだ作成途中な気もするけど、で、多分向こうの群衆の中でも 何かやってそう。で、こっちでほら、この人も何か今作ってます。こういうのすごい、ね、なんかアートを頑張ってる人がなんかね稼ぐシステムというか、そういうのがしっかりされてるっていうか。で、こっから、まあ、これいつね大聖堂開いてるのかわかんないんですけど、まあ、こっからね、大聖堂の中に入って、まあ、前回、見せた感じのね、大聖堂の内部が見れます。いやー、しかし今日暑いな。これみんなの服装見てもらったらわかると思うんだけど、めちゃめちゃ暑い。日向とね、日陰のね、温度差っていうのがすごいんですよね。で、もうちょっと行きますか、歩いて行きますか。で、ここが駅ですね。いつも使う駅。これから、なんだ空港に向かうのもこの駅を使います。まあ、今回はねホテルからちょっと離れてるんで、早くこの動画を撮り次第早くホテルに帰って荷物を取ってまたここに来ます。で、これさ、なんかさ、ケルン大聖堂って一回戦争中に爆撃されたのかな、爆撃されてもう内部がねすごいことになっちゃってたみたいですね。で、改装されて、まあ、現在の姿を保ってると。まあ、これもね今建築中ですね。あとさ、なんだったっけな、これ上に登れるらしいんだよね。階段か何かがあるみたいで、で、上に登れるって聞いたんですけど、まあ、また来年来ることができたら登ってみたいですね。で、このね駅の前に知っている人は知っているという、めちゃめちゃかっこいいね階段ゾーンがあるんですよ。階段エリアがやばない、みんなここに座って写真撮ったりなんか話したり、あと酒飲んだりね。夜とかは結構若い人たちがお酒飲んでますね、ここら辺で。なんかドイツって夜ね、歩いててもあんまり身の危険を感じないっていうか、まあ夜歩かないことに越したことはないと思うんですけど、あんまりね治安は悪くないんじゃないかなと思います。あのスリとかねそっち系は多いみたいなんで、まあここら辺でもね、だから近寄ってくる人にはね気をつけた方がいいんですけど
あれ何してんだあれ。ワイヤー？なんかチューブみたいな。すごいね。なんかドイツ人の人たちってめちゃめちゃ身長高いんだよ。なんかこう、まあいろんな観光客の人がいるからいろんな国の人たちいるんだけど、本当ドイツ人の人、ドイツに到着してまず思うのがみんな背高って思って、なんかさ、ドイツ人の男性のさ平均身長ってどんぐらいあるんだろうね。もしかしたら平均180ぐらいあるんじゃないかなと思って。で普通になんか2メ、お、はーい、みんな、はーい、じゃあまた後で。また後で。今回一緒にね、旅をしたインフルエンサーの方々ですね。A さん、樹海さん、クレイさんですね。あのやんちゃなバイクに乗ってます。なんかドイツで流行ってる、まあ、キックボードとはちょっと違うんですけど、あの電動でなんだ、電動でね動くキックボードみたいなやつですね。あれいいよね。僕も今度乗りたい。でこっから僕が大好きな場所にね、皆さんをお連れしますよ。ちょっと待って、こっからさ左の方に行くんよ。だから駅から階段登って左に行って、でここ来てミュージアム、 ルドウィグミュージアム、なんていうのかわかんないんだけど見つけ、こっちです。こっちを行けば僕のかなりおすすめポジションに行きます。やっぱなんか家族連れの人も多いよね。こういう家族連れの人はもうドイツに住んでる方なのかな。でも結構写真とか撮ってんだよねいやしかし暑い、めちゃめちゃ暑いな。あ、スケボーや。オッケー。なんか欧米に来ると毎回思うんやけど、道がかなり広いやん。広いからああいうスケボーとかさ、こういうさ電動の乗り物とかがさ、かなり有効活用できるよね。なんか危険じゃないっていうか、幅が広いから。みんなご飯食べてる。朝からみんなカフェ行って朝食食べてる。で昼はもう昼でカフェでなんかサラダボールみたいなの食べて。みんなここら辺の人たちはカフェ大好きですね。でここだよ。もうそろそろ見えます。ちょっと水が見えてきましたね。あそこね、最高にいいデートスポットというか観光スポットというか、まあ、完全に観光スポットですよね。でももしドイツに住む機会があったらマジでデートしたいな、ここでいや最高だと。なんかやっぱあれいいな、めっちゃ気持ちいいじゃん、風感じてよし、熱い。もう夏ですよ、完全に。でここになんか噴水というか、まあ水エリアがあって、でなんか子供たちがねよくね水に入ってますね。まあ、奥で入ってるかな、奥に入ってるかな、子供たち水遊びしてる。でこっちの方にはなんかご飯屋さんがたくさん並んでて、
まあ、夜になるとね、なんだみんなお酒飲みながら楽しんでますね。もうこっから何百メーターかな、300メーター、400メーター行き過ぎかな、もうそんぐらいもういろんな店がありますわ。すごいこういうなんか場所いいよね。来た来た来た、懐かしい。もうゲームズコムに来る人たちは大体ここら辺で遊ぶんじゃないか。でこのね、まあ鉄塔みたいなあるじゃないですか。鉄塔じゃないな、桟橋というか橋があるじゃないですか。でこれよく見たらわかるかもしれないですけど、いやー iPhone の画質はわかんないな。手すりのところにさ、変な光みたいなのが見えるじゃないですか。これ何があるかというと、あの南京錠をここにこの手すりにね、みんなつけていくんですよ。でなんか毎年かな、なんか定期的に排除というかね、取り除かれるんですけど、なんかここになんかカップルで来て南京錠をつけるとなんか恋がずっと続くみたいな、なんかそういう場所になってます。だからなんだろう、あれですよ、まあ、彼女とかね、あとは新婚旅行かな。新婚旅行で蹴るんってマジでいいと思うんですよ。新婚旅行に来るのをおすすめしますよでもこう気づけば12分も撮影しちゃってるな。もうそろそろ終わろうかな。じゃあ向こうの方もうちょっと見てから終わりますか。いやー、しかしいいな、なんかドイツの、しかもケルンは結構ね、まあ、見てもらったらわかるんですけど、アジア人の人がすごい少ないよね。だからすごくリフレッシュになります。なんかね、外国行ってもアジア人の人が多かったらさ、なんか外国に来てる感じっていうのがしないんですけど、こっちはものすごくする。なんかパーティーしてるな、なんだろうね、こういうのいいよね。日本でもこういう場所ないかな街の雰囲気が好きすぎる。こういうなんか石畳っていうかね、こういうのも好きだ。もう至る所で僕が写真を撮った場所があるな。なんかドイツってさ、どこで写真撮ってもアートになるんですよね。どんな撮り方してもそれが面白いなって思う。一人でなんか佇んでるけど、ああいうのもいいね。なんだ、鳩が寝てるぞ。ここでも写真撮ったな、ここの雰囲気が好きで。ここによくね、チャリンコが置いてあるよ。で、この場所でさ、こういう風にさ、写真撮るとさ、もう雰囲気があっていいんだよね。だわ。ほら、みんなご飯食べてる。でこっちは本当飲食店ゾーンですよ。でここまっすぐ行ったら、まっすぐ行ったで、あ、商店街、あ、こっちだ、ここ右だね。右行ったら商店街があるんですけど、このね、商店街とかでお土産だったり、まあドイツ来てちょっと夜寒いなとか思った時はね、服とか買えば結構いいですよ。なんだここは、この階段もいいね、雰囲気があって。
そしてなんかこっちのチャリンコってシャレオツだよね。日本ではなかなかこういうチャリンコは乗れないけど。いやーどうですか皆さん、これがドイツケルンの街並みです。ちょっとねストレスが溜まってる人とかリフレッシュしたいなっていう人はぜひぜひこのドイツに来てみてはいかがでしょうか。なんか空港からね、どこの空港やったかな、ケルン空港からやったらもっと近いのかもしれないですけど、僕たちが使ってるのはフランクフルト空港か。フランクフルト空港からだとなんか新幹線みたいなのでだいたい早いので1時間ぐらいかな、1時間ぐらいでさっきのね駅に着くんでまあぜひぜひ来ることをお勧めします。いやマジでね、あのご飯も結構うまいんでいいですよ。はい、ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。またね、今回はまあ他の動画でも概要欄に書いたのかな、まあ、EA さんにね招待していただいて、ドイツに来てるので、まあ、EA タイトル系のね、動画が上がると思いますので、まあ、そちらを、お楽しみに。ガチョーツガチョーツ、またねガチョーツ。